タビオー型駆逐艦、タビオー型駆逐艦、ルダ型駆逐艦は中国人民解放軍海軍の駆逐艦の艦級に対して付与された NATO コードネーム、中国人民解放軍海軍での名称は051、ガタ駆逐艦。中華人民共和国が初めて開発した水上戦闘艦であり、高校型フリゲートとともに、 1970年代以降の中国海軍の主力艦として活躍した。20年にわたって17隻という多数が建造されており、一部艦が近代化改修を受けたこともあり、その艦姿は非常に多彩となっている。人民解放軍海軍は1950年代中期にソビエト連邦から7号計画型駆逐艦、グネフヌイ級4隻の供与を受け、 安山級駆逐艦として運用することで、駆逐艦戦力の整備に着手した。以後、長期にわたって、同級は人民解放軍海軍最大の水上戦闘艦として活躍することになったが、その活動範囲は概ね渤海に限定されており、外洋での活動能力は極めて限定的であった。このことから人民解放軍海軍として初めて太平洋で行動し得る。 駆逐艦として開発されたのが本型である。1950年代末からの中祖対立を受けて、ソ連からの技術援助を断たれたために、設計面では、1世代前のソ連海軍の主力艦にあたるコトリン型、56型をモデルとしている。まず1967年から1971年にかけて8隻が建造された。これらの多くは、 1980年に行われた大陸間弾道ミサイル発射実験の一環として観測艦隊に参加してフィジー沖の南太平洋に派遣されて本格的な外洋作戦行動を行っておりもともとこの任務のために建造されたとする見方もあるまた1980年代前半にさらに7隻が建造されたほか1990年代初頭には 次世代駆逐艦向けの西欧系技術を試験的に適用した改良型2隻が追加建造された。メインセンサーとなる対空、対水上捜索用の354型レーダーは全省上に、また遠距離警戒用の515型レーダーは水ん直後に備えられた。ソナーとしては捜索用のペガス 2M と攻撃用のタミール2が搭載された。また電波探知装置。 イザムは、RW-23 から1、ナトーメイ、ジャグペアソ連製、ウォッチドックの中国版であった。手法として58口径 130mm 連装砲を2機、監視看板と艦尾看板に備えていた。また広角砲、基銃としては、当初立て造艦では 57mm 連装砲を。 改良型の例 51D 型では60口径 37mm 機銃を備えていた、ほ、60口径 25mm 機銃も搭載していた。基本的には放送が宅逐艦であり、方向兵器の合計数は20門に及んでいた。下記完成レーダーとしては、手砲用には343型、レーダー、ナトーメイ、ワスプヘッソ連製、サンバイザーの中国版を、 環境構造物上に備えていた。また、広角基準用の341型、レーダー、ナトーメイ、ライスランプは、環境構造物上の343型レーダー、直前と、後部甲板室上に一機ずつ備えられた。原型艦との、最も大きな違いが、艦隊艦ミサイルの艦隊艦ミサイルの装備であり、HY-1 か、 HY-2 の3連装発射機を1.2万円突の後方に一機ずつ備えていた。その射撃式用としては、水ん状に352型、レーダー、ナトーメイ、スクエアイを設置した。1980年7月、当時建造途上にあった、ダイレン 110? は ZKJ-1 戦術情報処理装置の搭載回収を受けた。これは、 673E 型コンピュータを中核として第709研究所武漢数字工程研究所及び第74研究所南京船舶雷土研究所で開発されたものでわ、ま、たつみ一号と称されていたものであった。1983年にはさらに合百132も同仕様に改装された。これらの艦はいずれも 指揮官として活動していたこともあり、381A 型3次元対空捜索レーダーも装備している。看板号105から110は大連造船所において建造され、北海艦隊に配備された。看板号131から134はにおいて建造され、東海艦隊に配備された。看板号160から164は公州造船所において建造され、 南海艦隊に配備された。1987年、零五1型の一番艦である、災難105は、航空偽装を追加する回収を受け、旅大 E 型の NATO コードネームを付与された。船尾の130ミリ砲と、広角機銃は撤去され、代わりに、ヘリコプター艦板と懲戒ヘリコプターに基分の、ハンガーが設置された。また、戦術情報処理装置として、 フランス製の車、ゲンタレス車のタバタク、旧称、ベーガファイクも搭載されたほか、ソナーも更新されたと考えられている。回収後、看板号105災難は、北海艦隊に配備された。1991年、零語 1D 型の一隻である、海風109は、フランスから輸入した黒たる8、MS 股間防空ミサイルシステム、8連装発射機と、 カストールイカ機関性レーダーを搭載する回収を受けた。また、これを活用するため、戦術情報処理装置として、災難105と同じくタバタクを搭載したほか、対空捜索レーダーも DRBV-15 シータイガーに換装されて実用試験に供された。また、広角機銃もスウェーデンボフォース社と、 イタリアブレダ社のコンパット 4040mm 連装基準の技術を導入した 76A 型 37mm 連装機関砲に変更された。これらの改修を受けて零五1 d t 型と称されるようになっており、また、同年、零五1 z 型であったダイレン110も同様の改修を受けた。さらに、これらの改修艦と同様の欧米系装備を施した。 心臓艦として、1988年より2隻の建造が開始され、1990年に 051G 型の不可思考165が、1991年に 051GI i 型の主海166が収益した。051GI i 型は艦隊艦ミサイルや対戦線システムに改良を加えられている。これらは、 股間防空ミサイルシステムとして、黒ルの国産カバンである、HHQ-7 を搭載したほか、特に例語 1GII 型では、ソナーを選手装備のダブ -23 及び、可変振動式のダブ -43 の組み合わせに、付加するとともに、イタリア製の B515 をベースとした3連装、単魚雷発射艦が搭載されており、U-7 単魚雷。 A244 二百及び m k 四十六単魚雷の3裁判を発射できる。また、零五一 g i i 型では、ミズン上に零五一 z 型と同型の三次元レーダーである三百八十一型レーダーを備えている。また、艦隊艦ミサイルは、零五一 g g i i 型では U 字マイナス8の四連装発射機を四機備えていたが、新型の U 字マイナス83に、 後日乾燥しており、例語 1DT 型でも同様の乾燥を行っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。